はい、皆さんこんにちは。本日は神田神社神田明神様にやってきております。ご祭神はもちろん大黒様、ございます。さあ、全世界パワースポット巡りの旅番外編ということでございまして、今回は神田神社境内抹茶巡り、これをやっていこうと思っております。7つの石の鳥居をくぐりお参りできる。まずは江戸最古の神社、江戸神社でございます。ご祭神は立早佐野の御子と御頭天皇でございます。御頭天皇というのはですね、須佐の御子と同体ということに、本地ということになっておりますが、もともと仏教系のね、天部の神様でございまして、そもそもはですね、荒神様でございます。非常に荒々しいのでございます。それがですね、なかなか、パワーがあるということで、中世近世も含めてですね、非常に人気がございまして、天皇とかいうことでね、天皇社というような呼び名で、スサノオの御子と、明治以降の廃仏毀却に遭いました時は御頭天皇は排除されまして、スサノオの御子になっておる大伝馬町も、こちらもスサノオの御子でございます。もちろん御頭天皇ということでね、天皇三社祭りというようなことで、この境内に抹茶がございます。三社でですね、非常に天皇様のお祭りをしておったと、まあ祇園様でございますね。そしてこちらがですね、小船町の八雲神社。八雲神社というのもですね、主なる神様は、御祭神は立早佐野の御子と、こちらのご兄弟が8人おられるということで八雲ということになっておりますが、そのご長男であるスサノオの御子を祀っておったら、大体、こちらはもう御頭天皇、こちらの方を信仰しておるというようなことですね。この天皇祭はですね、この小船町のこの天皇社のみ天皇祭りというのをまだ続けておる。他の2社は廃れてしまいましたが、やっておるということでございます。築地魚河岸水神社でございます。水神様でございます。水葉の目の御事でございますね。水の神様でございます。水の恵みによってお魚という恵みがいただけておる。この恵みを感謝しなければならないということから水神様でございます。これで4社目でございますね。残りは3社となるわけですが、7つの鳥居をくぐらせていただきます。ちょっと休憩。銭形平次親分の日がございました。この銭形平次ね、神田明神下にお住まいであったということからこの日があるわけでございます。さて、続きをやっていきましょう。続きはね、お稲荷さんが多いんです。末広稲荷神社でございます。ご祭神は宇賀の御霊の御事、宇賀の御霊の神様でございます。お稲荷様でございますね。
商売繁盛とかね、そういうことにご利益がございます。五穀豊穣、商売繁盛。お稲荷信仰というのもね、非常にね人気のある神様でございます。こちらはね、こんぴら神社と御宿稲荷神社、これが合祀されておるお社でございます。こんぴら神社といってもですね、大物主の神様金山彦の御子と、いろいろね神様がございます。そして宇賀の御霊の御子と、これでございますね。こちらはね合祀されておるだけであって、お稲荷様であってもお稲荷さん狐がいないというね、珍しいお社でございます。さあ、浦安稲荷神社でございます。ご祭神はもちろん宇賀の御霊の神様でございます。こちらの抹茶はですね、いろいろあるんですが、だいたい神輿の格納庫みたいな感じになってる抹茶が多いんですよね。こちらもまあそんな感じで、中に神輿がねデコレーションされておりました。江戸神社もそうですね。こちらは体裁としてお稲荷様という感じでございますね。狐が左右に2匹おられます。さあ、これで7つの石の鳥居をめぐる境内抹茶巡りはコンプリートでございます。しかしね、ここの合祀社っていうのがあるんですよね。これは数えられておりませんが、いろんな神さんがいるんですよ。八幡さんに富士神社、天神社、大鳥神社、天祖神社、諏訪神社、加護祖神社、いろんな神社がありまして、ね、合祀殿でございます。まあ結局ね、いろんな火事とかね、関東大震災とか戦争とかね、そういうのでこう合祀しなきゃしょうがないような状況になって合祀されているんだと思います。詳しいことは分かりません。まあ、まずね、戦争で焼けてねっていうので復活させるためにこちらで合祀しておるということになっとるんかもしれません。まあいろんな事情があって合祀されておる。でもね、天照大御神様とかね、諏訪神社とかね、あまり系統を立てているわけではないんですよ。何かの事情があって、まとめられている、合祀されておるんだと理解しております。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。